はい、レオンチャンネルの年内最後の大量買いの動画へようこそ。バリドレークス&ボルケーノバイスタンプ、来年登場するパワーアップアイテム、本日28日火曜日、土曜日じゃありませんが、年末恒例のお正月商戦アイテムカテゴリーで発売しました。まあ大量買いとはいえ、今日の発売はネオバッターとボルケーノの2つのみなんですが、こっちはね映画で登場しましたし、ボルケーノに関しては単体版とセット版がありましたので両方とも買いました。もしさ、なんか大将軍みたいな連動音声だと、こういうセット版の方が音のタイミング合うとか、そういうやついっぱいあったじゃん過去に。そういうのを見越して単体版2個でいいかなと思ったけど、セット版と1個ずつ買いました。で、今まさに秋葉原代わりなんだけど、これ来年のさ、発売じゃなかったっけ、パッケージ版のエントリーグレードストライクガンダム、今イベント限定で先行発売かなんかしてたのかな。お、あるじゃんと思って買ったのと、あとオルテナウスね、マッシュの新しいフィグもまだ買ってなかったので買いました。これネットだともうプレネ化してて高いんだけど、2割引きぐらいで買えましたね、新品で。で、それプラス藤丸も持ってなかったんで買ったのと、おしゃべりバディロード、これ前から探してて、ネットだとさ4体で2万円とかするんだけど、見てマンダラ系でまさかの1個1000円で売ってるっていう、とんでもない激安価格でありましたので、4つとも買いました。ネオバッタに関してはまたこの後動画上げますけど、ボルケーノ登場がまだ2週間後ってことで、本レビューはその時になりますので、とはいえ待てない、ちょっと開封して遊んじゃおうぜ。僕レンジの加熱ノブって言ってましたけど、レオンさんこれ卵を加熱するからレンジじゃなくてガスコンロですよって、レンジでやったら爆発しますよみたいな、もうね真っ当なコメントがたくさんありまして、ありがとうございます。レンジじゃなくて、お、来た、ガスコンロの加熱ノブ付きのバイスタンプ、なんじゃそりゃ。これまでのバイスタンプともう全然違うやつ。お、あ、でもめっちゃシンプルだね。押印は、あ、押せるんだ。ちゃんとここの稼働、スタンプ稼働なんかもあって、あ、ここもちゃんと押せるね。で、ここが温度ギュイーンみたいな、この部分が発光するんだっけ、マックス的なことが書いてありますね。で、これがバリドレックスのここと連結するんだけど、ここのボタン僕ネタバレ聞きたくないから全く押してないんだけど、ちょっと色調整しつつ、あ、いいね。おー、実際の色は、なるほど、リバイスドライバーのこの辺の取っ手と世界観合わせてあるんだ。これあれだっけ、先に卵を加熱してからセットなんだよね。やってみよう。まだ本編にさ、そもそも登場してないから。スイッ、あ、藤森さんっぽいさ、変わらず。ボルケーノ。ボルケーノ。お、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 お。半押し。半押し耐久音ない。でも、応印音が全然違う。あ、ボルケーノ、あ、じゃなくて、バリドレックスも違うけど。オッケーオッケー。じゃあ、連結。コンバインで、で、卵を温め。バルケーノ。これまでは、これね、バリドレックスは氷属性だったんだけど、今回はこうやって燃やされて温められて、炎属性になるってわけですよね。え、どうすればいい？セットして変身。変身しちゃった。そしてメカレックスから炎が出てる口から、これほんとみんなの予想通りとはいえ、実際そうなってみると、かっこええやん。パワー、ビルドの、ビルドドライバーっぽい増設感があって、こういうのめっちゃ好き。バリヤバーイって言ってたね。鬼熱い、バリヤバーイ、ゴンすごい、パネー、強いリバイス、ウィーアーリバイスで、
ちょっとこれもう一回聞こえ。まずさ、これで、ま、そもそもなんて、押印は？あ、押印しないの？あ、じゃあ押印するんだ。押印するのは、わかった。この最初の初心者感いいね。で、これロック解除か。あ、来たー。なんで、こう押印して、で、加熱。めっちゃ面白いね。めっちゃ面白いね、このおもちゃ感。ちょっと待って、今みんな見た？みんな見た？こうね。こうを、こうを、見せるわ、ちゃんと。こうから、すげえ！これがフェーズ3すら人間に戻すことが可能になる新たなパワーアップってことですよね。で、ライダーキックはそのまま倒すのか？あ、なんか押しちゃった。あ、リミックス必殺いっちゃった。発光いいね。バルケーノフェスティバル。こんな感じで遊ぶわけね。とりあえず、これまでのさ、スタンプの概念を一気に破壊したバイスタンプになってますね。で、ちゃんとでもこれ押印のこういうのがあるし、これ単体でもなんかセット可能みたいなの書いてあったよね。あ、めっちゃ簡単な感じだ。反応しない。あ、でもリミックスとかいけるわけね。おー。専用音声か。こういう風に使うことがあるのかな。でもちろんこれまでの、こういうのとか。連結はできませんよね。あくまでバリドレックスと組み合わせてねと。ここもうちょっとなんかデザイン欲しいな。加熱ノブ。あーでもこの流れ、こう、ここの、このピンクから、ここピンクで、連結する感じ。すごいいい。これがあれか、セットした状態だともっと、自然か。そうだね。この幅感。リバイスドライバーのこの、ビルドドライバー的な増設。今後のバイスタンプの可能性なんか感じるな。わー、楽しいわ。え、ツーサイドライバーとか、どうなる？コンファームといける。で、あ、いけないか。あ、引っかかるんだ。そうか、あ、そうか、引っかかるんだ。赤外線送受信はありますけど、じゃあある程度、ちょっと制限される感じかな？ああ、でもそんなことないか。いけるはいけるか。これ、ここの読み込みはどうなる？あ、メラメラだって。おー。ちゃんとメラメラって言った。ほら、レクレクだもんね。じゃあこっちの読み込みは？ああ、読み込みないね。読み込みできないね。ちゃんとこれでスイッチで反応してるんだ。
面白いなぁ、この見た目。って感じで、なんかすでに、結構遊びきった感はありますが、まああとはね、他のデラックス玩具、どこまでちゃんと連動するかとか、本編だとどういう手順で合体して変身させるかどうかはまだ判明しておりませんので、来年放送されましたら本レビューアップしたいと思います。とりあえず、おもちゃ的なガチャガチャはね、まあバリブレックスありきの商品ではありますけど、楽しい。意外とちゃんとバイスタンプしてるしね。って感じで、セット版と単体版がありますから、単体版は2810円、セット版は5720円で、定価7000超えか。おー、結構するけど、まあお正月ねだってみるのもありなんじゃないでしょうか。以上、レモンチャンネルの今年最後の大量買い動画プラスボルケーノバイスタンプ、開けて遊んでみたの動画でした。